このお店の前を通ったらなんかおじさんに熱烈に勧誘をされて、美味しいぞということでここのお店で食べることにします。なんかダック&ポークって言ってましたね。ダック&ポークでここでヌードルとかあとライスもありますよって。しかもダックがこれがすっごい美味しそうなんですよ。これは絶対間違いないですよね。よし、じゃあここで食べることにします。お店の中はこんな感じです。典型的なタイのローカル食堂という雰囲気ですね。これね、まだね、朝早かったからお客さんがいなかったのか、僕が食べている最中にいっぱい入ってきました。はい、注文したものが出てきました。ダック&ポークのヌードル。ダック、ポーク、これ両方あるのかな。なんとなくこれね、お肉違いがありそうな感じですよね。あと野菜も結構入ってますね。ではいただきます。いや、むしろものすごく好き。これスープだけでももう十分満足感が得られるようなものですね。今このタイプ、うん、うまいわ。完全飛び込みで何の下調べもなしにお店の前を通った時にお店のおじさんの勢いに飲まれて入った、こちらですけれども大当たりでした。うまい。朝ごはん食べたお店の隣にドリンクスタンド、例えば俺ご飯屋さんの一角なのかな。なんかすごくね、ドリンク安いんですよ。タイコーヒー20バーツ、チャッタイ20、ネスカフェ20、うん、ここでドリンクを買って宿に帰ることにします。さあ、というわけで20バーツのタイコーヒー買いました。すごい安かったです。ホテルをチェックアウトしてフワランポン駅にやってきました。やっぱりここ大好きです。ついついね、僕鉄オタなので鉄道大好きなので鉄道見に来ちゃうんですよ。さて、で今日は、ここでね列車を見るというのと合わせまして、ライブ配信もここでやろうかと思っています。ということで、またライブ配信後にこちらの本動画の撮影もしていくことにしましょう。フワランポン駅の見学を終えて、今度はお昼ご飯を食べに来ています。駅の近くからバスに乗って御停留所ぐらいだったかな。ここら辺に美味しくて安いプーパッポンカリーのお店があるということを聞きまして、今日お昼ご飯にやってきたのはこちら、チューラー15キッチンって読むのかな。ご覧のようにお店の前にたくさんの人が集まっています。大人気店ですね。これ食べるまでしばらく時間がかかりそうです。こんなに人がいるってことは相当待つかな。今11時25分、土曜日の11時25分なんですよ。これ来る曜日を間違えたな。ここかな、ここだ、多分ここで先に注文を出すのかな、とりあえずメニューを渡されまして、先に紙に注文を書いて待つというシステムのようです。僕はこれですね、多分1番、ライスウィーズシチューフライドクラブカリー、これが多分プーパポンカリーですよね。70バーツ。こちらが注文表、こんな感じでね数字を書いてお店の人に渡すと、注文表をお店の人に渡したらこの札を渡されました。23番、これで次が何番なのかっていうのが分かるようになってるんですね。
23番。ラテを。OK。Thank you。よいしょ。すごい大人気のお店ですね。ここか。注文表を出してから約40分。結構待ちましたね。最近のタイ旅ではこれほど待ったのは初めてかもしれない。はい、注文したものが届きました。席に着いてから、まあ、結局20分ぐらい待ちましたね。なのでまあ注文表出してから1時間待ち、長かった。ではいただきます。うん、うまっ。結構な辛みもしっかりありますね。これうまいわ。これだけたくさんのお客さんが行列しても食べたくなるわけですね。結局注文から1時間待って食べ始めて5分で食べ終わっちゃいました。まだね、お店の前には今12時37分、たくさんのお客さんが待っています。おそらくこれね、ちょっと時間を外して食べに来た方がいいかなとも思います。1時ぐらいになったら絶対落ち着くんじゃないかとは思いますね。 BTS のバンチャック駅前にこちらモマズティというドリンクスタンドがありました。ここはね、なんかねすごく安かったんですよ。あ、ちなみに今これからホテルに向かうところなんですけれども、その前にここでドリンクを買ってから行こうかと思います。何にしようかな。購入したのはこちら、タイティー19バーツです。めちゃくちゃ安いですよね。そしてここで気になるのはこのロゴのところ、能力何なんだろう。これパワーかな。まあ、とりあえずね、安くドリンク手に入れることができたのでこれからホテルに向かいます。駅から歩いて5分くらい、ここが今日泊まるホテルっぽいです。なんかすごいリゾート感があるホテルですよね。さあ、今日宿泊するのがこちらのお部屋。ベッドが広い、キングサイズのベッドか。このロマンスホテルスクンビット97に宿泊したのは、このプールがあるからです。もう最高です。360度のパノラマビューでバンコクを眺めることができちゃいます。水面と空が一体化するこの瞬間が大好き。ここに2泊したのですが、毎日3回はプールに入りに来ちゃいました。水に浮かんで、ただ空を眺めているだけで、時間があっという間に溶けていきました。お部屋は古いけど、このプールのためだけに宿泊してもいいかなと思わせてくれます。昼間だけでなく、夜の景色も最高です。しかも1泊4000円しないくらいでした。このプールのためにきっとまた宿泊しに行くと思います。ようやく着いた。ここが、チャドジャックウィークエンドマーケットの入り口っぽいです。多分いろんなところに入り口はあるのでしょうけれども、とりあえず中に入ります。とりあえずね、どんどん気になったお店で食べていかないと、これはどんどん通り過ぎてもったいないことになっちゃうかもしれませんので、まずここで何か一品買いましょう。どれがいいかな。This one please。 なんかね、落ち着けるところがないので、もうどんどん立って食べていっちゃいます。いただきます。これは何だろう、豚なのか鶏なのか。鶏っぽいな。普通の焼き鳥か。ややスパイシーです。そして温かくない。はい、 Thank you。 あちちち、結構あ熱い。あっ、やっぱ熱々はうまいわ。餃子お願いしてみました。
ワンパック50バーツですね。こちらが餃子、豚肉のポーク餃子。うん、これもうまい。3品食べたので、次はドリンク、マンゴーにするか、ココナッツにするか、スイカにするか、それともミックスにするか。さっきもこのお店で串買った気がするけれども、これね、ココナッツがあったんですよ。70バーツ。まあ、ちょっと高いかもしれないですけれども、これで飲んでみようと思います。This one, please. ココナッツ1も。1? 70バーツ。1番、1番、1番。え、なんか冷たいって言ってんのかな冷たいからやだって言ってんのさあ、別の人が助っ人に来ました。さあ、カットが始まります。すごい。これもパフォーマンスですよね。おお、中から出てきた。これで自分でストローを出して入れて。よし。はい。Thank you。おっと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 。もう持ち方がね、わからない。いただきます。いただきます。いただきます。まあそんなにうまいとは言えないですけど、 100% のココナッツジュースに期待感を持ちすぎました。まあね、もうしょうがない。どっかでね、口直しで別のものを食べるか飲むかしたいと思います。アイスクリーム、コカ・コーラ、プリーズ。はい、Thank you。 5バーツのアイス。美味しいかどうか分かんないですけど、とりあえずいただきます。普通にコーラを凍らしたもの。さてさて、チャドジャクウィークエンドマーケットに一人で来たわけなのですけれども、買い物目的じゃない。50歳のおっさんが一人で来たとしても、まあそんなに楽しめないかなと。まあ正直なところ微妙な感じではありました。まあこれならね、ヤダの近くのローカル食堂を探してふらりと食事するでもよかったかなというふうに思っています。あ、もしくはね、もう本当にこういうね、屋台のところで食べてもよかったかな。チャトチャックの中は歩くだけで。パンケーキ美味しそうだな。まあというわけで、今日のところはおとなしく宿に帰ることとします。それでは皆さん、また明日、はい、6日目にお会いしましょう。Excuse me, how much? Fifteen? 15バーツ、課長。どれがいいかな。This one, please.Thank you. 結局最後買っちゃいました。